皆様、妻でございます。信長の予防大使森家、引き続きやっていきましょう。で、まあ、ここに来てね、ガッと従属勢力が増えたんですけれども、数をね、見ておきましょう。まず、南部から長尾で9。浅井から本田で18。伊東から本田で27。維新から決算で36。佐野から前田で45。伊集院から村上で54。54!え、いや、だいぶ来たね。目標の60まであと6ですね。と、あとね、そもそも、このシリーズを始めるに至ったこのコメント。こちらなんですけど、従属勢力52下でゲームクラッシュしてしまうのは環境依存だということがはっきりしましたね。まあ、環境依存というかスイッチのマシンパワーの限界っていうか、まあ、スイッチ版はそうなんだろうね。PC 版は落ちないということで、ファイナルアンサー。出ました。まあもしかしたらこっからね、もっともっと増やしていくと落ちるのかもしれないけど、ああでも、まあ、PC 版は落ちないかもわからんですね。コンソール版というかスイッチ版が多分限界を迎えちゃうのかな。どうなんだろうね。なんだろう、なんで落ちるのかっていうのはそもそもわかんないけどね。画面表示っぽくもないしね、スイッチ版。だってね、始めた時は勢力ごちゃごちゃっとしてるからさ、そんなことも考えられないし、まあ何にせよ PC 版は落ちんということで、ファイナルアンサーシリーズは終了となります。ありがとうございました。っていうんじゃね、ちょっとねキリが悪すぎるから、まあお家最高当初の目標である60を目指しつつ、まあ天下を完全統一して終わりということにしましょう。いやなんかね、一つの区切りを超えてすげえ今ホッとしてる。なんかいや、勢いよくこのまま滅ぼしてもいいんだな感が出ちゃってさ。いやーよかった。本当によかった。まあでもまだね、お家再興しそうな連中は結構いたんでね。例えば武田には夏川正義がいたりとか、小山田クソシゲとかどうなんだろうね。クソシゲは、旗揚げすんのかな、なんかしてもおかしくなさそうだけどね。で、まあ北条に流れた。まあ、カッスがね、行方不明になったけれども、まあまあ、そのあたりまた出てくるかもしれないし、まあ、桜はちょっと、あれですね。徳川もう、超略00になっちゃったから、まあ、ここはもうガン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 押して、で、徳川だって光秀とかね、あの辺がいたからさ、まだまだ分からん部分はあんのよね。なんで、まあ、こっから先はもう、まあ、60を目指して、さらに攻勢を強めるといった感じで、最終章ですね。やっとここまで来た。長かった。いやもう皆さんも長かったと思ってるかもしれないけどね、本当にありがとうございました。はい、ということで今回も頑張っていきましょう。まあそう、ここもそうだよね。取って朝倉に取らせようとか考えてたけど、もう取ったら取ったで維持でいいかもしんないのか、そうなってくると。だから薄木兵入れましょう。承知いたしました。こっから先は朝倉の忠誠崩すことを考えるんじゃなくて、もう領土を広げることを意識してやっていきます。そういう意味でいくと、今講和の使者を出すのはありなんだよね。っていうのはこの辺りの軍備もろもろ整えたいもんね。どうしよっかな。講和の使者出しちゃうか。これさ、小松さんが攻められることになっちゃうっていうのもあんのよね。もうこうなったら小松さんなんか正直攻めらんなくてもいいじゃん。あ、宇佐美んところもいっぱいいるんだよね。どうしよう。とりあえず講和しよう。
で、こうはすると転砲命令が打てるよ、もう。ちゃんでだよ。はい。夢と消えました、こうは。そうか、徳川がダメなのか。確かになんか戦死したもんな。来るかな雪村は。なんでこんなとこじっとしてんだろうね。気味が悪い。さあ、北条公は。じゃ、木月ダメだね。武田公は、朝倉公はとなりました。じゃ、毛利秀元は、騎乗しましょう。まあ、木月落とし損ねたけど、いいでしょう。で、まあ、小松さん攻められちゃうけど、まあまあまあ、仕方あんめ。三河武士の誇り。さあ、イエスが吠える。そしたら、家康に徹底的に攻勢を強めたいかな。上限がね、良くないんだよね。これ横手城をさ、天保命令で内側に入れちゃってさ、ここの領地を使えれば、また上限いい感じで取れそうだよね。三河武士の誇り、見せるは今ぞ。これ横槍入れてくんのかな、まさか。なんかそんな感じでも、ないよな。なんだろう。対策の兵は対策の兵なんだろうけど。さあ、表情。これ、ん？三つ上げの一種だよね。まあ別に内側対象なんだろう。はぁ、なんか面白いことするな。まあでも、これは普通に撃退できるよね。29,250 の22,750。ここでじゃあ、相手をしてやりましょう。出陣します。で、蹴散らして檜山に向かえばいいよね。ここ完全上限取ってるし、そうしましょう。待機します。さあ、激突。の誇り、見せるは今ぞ。さあ、激突分からずだね。参りましょう。さあ、武田信虎の一連卓勝と佐竹義明の魚根でもって徳川家康を一本釣りして壊滅しました。まあ、全滅はさせられなかったけど、あんまり兵を損ないたくもなかったからね。まあ、これで良きかと存じます。明日を切り開く。十分だよね、被害に関してはね。じゃあ、このまま兵を借り、酒井家継ぐ。これね、家継ぐはね、お家最高ないと思う。やっぱ忠次なんさ。でもまあ一応逃がしておく。片付けない。そうだ、徳川四天王お家最高ある、参ります。あってもおかしくないよね。権六だ。まあ檜山城進みます。向かいましょう。まあここで相手をする分には全く怖くもないもんね。誰が来ようが。三河武士の誇り、見せるは。逃げながら精霊したのかな。家久だ。さあ、激突言える。分からず。いや、分かるでしょ、こんな。圧倒的勝利を迎えてやりましょう。行くぞ。さあ、兵力に物を寄せてゴリッゴリに押して、島津家久壊滅しました。やりたい前。あ、ここも全滅されなかったけど、檜山城に関してはこれで勝利の光いけるかと思います。我が道を照らしている。他の徳川領はなかなか攻めにくいんだよな。さあ、捕獲でドン。うじてる。どうなんだろうね、うじてるって。片付けない。さあ、檜山城取り付き。結構兵残ってたな。交渉出てる。これ講和解除を促せないかな。ね、これ講和解除できたら最高だよね。そしたら天保命令出せるわ。じゃ、まずは檜山城の交渉からですね。あ、来たぞ。これ交渉止まってんね。まあでも、ん、立て続けに来てるな。揺るがず、まあ揺るがずでいいやもん。ここはまだ戦えるね。うん、まだまだ戦える。交渉が止まっちゃってる。包囲に切り替えよう。これを蹴散らさないとダメか。そしたら、で、ここで計りごと大きな勝ち打てるんだけど、今打ってもしょうがないからね。まあ、このまま進めていきましょう。まあ、これも揺るがずで、直江だ。
全軍を展開すれば揺るがずになると思うよ。うんだよね。この勝ちが、ここで再び交渉が出るんじゃない？即時交渉。いや、久か。いや、島津再興してっから欲しいよね。まあでも講和会場かな。うん。この城もらい受ける。で、このタイミングで天保命令が打てるようになりますよと。そしたらまず織田内側に行っちまおう。もつ山に。亀の甲より年の甲よ。めちゃくちゃいっぱいいるんだよね。そう、まあでもほぼほぼ全てが織田の連中だから、まあいいんじゃないかなという話になったんだよね。ワンチャンありそうなのがこのね、森長吉とかさ、森吉成とかこの辺りだけど、まあいいでしょ。でちょろっと進めて、ここで小松姫も内側に入れてしまいましょう。朝宮城へ。亀の甲より年の甲よ。小松姫のところもね、いたんだよな、旗揚げしそうなのが。まあ、運の幸吉ワンチャン、これね、運のって真田六門線の家紋だったような気がするんだよな。もともと真田って運のだもんね。あとこれか、若狭武田の連中ね。若狭武田の連中、まあでも可能性という意味では運の若狭武田だから、まあまあまあいいでしょう。宇佐美はこれ絶対に前線出さんとダメだよね。ここは宇佐美いるし、池田恒興いるし、成政がいるし、増田がいるしね。ここはちょっと取ってもらわないとダメなんだよな。増田じゃない、宇佐美をどこに出張らせるかっていうのが問題なんだけど、どうしよう、どこがいい？攻めてくるなら今だからさ。だからここかな。さあ表情、朝倉に行っても面白いのかなっていう気はするけど、徳川に行っても面白いのかなっていう気もするんだよな。檜山城が取るの結構簡単だったから、宇佐美を檜山城にぶっ飛ばしてしまおうか。ここにで家康に攻めさせて、で取らせてそこを調略かけるみたいな感じにしよう。そしたら新山城を奪ってしまってもいいかもわからんね。まあ当然そうなるわな。助立ちいたす。我が領内に敵が迫っております。日野山82,200。まあ大丈夫でしょう。これこの牧尾の地で迎え撃てたらいいんだけど、これ矢印は通ってっけど、実際はこっからここに飛んでるパターンだから通ってないんだね。どうしよっかな。なんかカウンター、あーでもまあ一応ね、まだまだお家再興を狙っていきたいから、まあ、今回は蹴散らすだけにしましょう。じゃあ9体5万4000で持って、この西なんていうの、最高地山っていうの、ここで武田信玄を迎え撃ちましょう。まあ、戦に関しては特に問題ないと思う。風林火山。わしの戦を見せる。いつ薄木に来るかなんだよな、朝倉が。王道を行かん。とこれ武田と朝倉の戦は、武田じゃないわ、朝倉と北条の戦は終わったの？終わってるっぽいな。我ら王道を行かん。小畑景則、あーこれいい武将よ。でもお家再興はなしか。そうか、これ大丈夫か、ちゃんと間に合ってっか。なんかパッと見間に合ってなそうだったけど、これ大丈夫だね、ちゃんと。ぶつかれてねえじゃねえか。いや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 、おかしいでしょこれ。ねえちょっと待って、
え、予想は何だったんじゃ、これ日の山の島津氏栄えさなきゃダメじゃん。で、その上でじゃあ。あれまあ、日の山向かいましょう。いいけどね。そんなに状況変わらんからさ。おかしいんだよな。なんだったあの予想は。で、まだ徳川いけないね。これやっぱ従属勢力って、元の勢力と交わしたらいけないのかな。確かにいけないような気もするんだよな。講和が切れたら、宇佐美に来るんじゃないかなと思う。これぶつかれたんじゃないのここで。もう訳が分からんよ、本当に。まあ、一回背景一つ。分からずですけど。まあ、なんとかなるでしょう。さあ、全滅には至りませんでしたが、武田信玄、壊滅。まあ戦自体はそんなに難しいものではありませんでしたね。花丸2000壊滅。あ、カッスいるね。これ多分北条の援軍だよね。いやもう完全に尻尾振ってんな。さあ捕獲でドン。矢頭道ため。いやー強いね。やはり北の赤備え。じゃあ元就ここで一度騎乗しましょう。北条領を攻めるはありだと思うんだけどな。さあまあ当然そうなるよね。あっいいね。ということはこれで切れたということか、講和が。だよね。宇佐美援軍呼べなかったじゃん。まあ出す気もないけど。それじゃあここで謀り事王旗は勝ち、打ち込みましょう。で、徳川にも。あれ？これ、まだ講和中？あ、講和中だ。あ、じゃあ、講和してても、その下の従属勢力とは戦できるんだ。なるほどね。え、そしたら、破壊ごときが勝ちのタイミングミスったな。ねえ、わざわざここまで引っ張ったのに。まあ、いい。か、北条一人入ってきたね。AK だ。いや、これ引っ掛けたいな、AK。お湯最高だもんね、確実に。さあ、ジジイ同士がぶつかってっけど、まあ、虎の方のジジイが勝ったね。夏かまさいえ。やったぜ。違う違う違う。お湯最高なんだよ、夏かまさいえは。まあ、お湯最高させましょう。これがね、新山じゃなかったらちょっとあれってなるけど、なんでだよ、本当にさ。口を引きことよ。さあ、で、あ、2人いいですね。うん、高橋は来たね。これって大友だよね。大友もそういや見てないな。ソーリンって旗揚げしたよね、多分ね。あれ、ソーリンしてるよね。うん、してるしてる。じゃあ、夏か正家は、ん？なんで？あれ？え、これ、ちょっと待って、え、従属、あれ、従属してなくね？あれ？ちょ、え、なんで？お家再興したけど従属しないのってパターンあんの？どういうこと？ちょっと待ってよ。どういうこと？本当にどういうこと？あれ？さあ、宇佐美が滅んだ。は？報告します。え、本当に意味わかんないんだけど。ご命令を。え、っていうのはそういうこと？なんか、おかしくなったってこと？かしこまった。その、従属勢力が増えすぎて。あれ？いや、明らかおかしいよね。あとか行けなかったね。宇佐美が当然入ってくる。まあじゃあ、吉田隆弘行かせて。いや、それはいいんだけど。え、なん、え？ちょっと待って。あれ、夏か正家のセリフ見てなかったけど、従属しますがみたいなこと言ってた？言ってなかった？あれ、おかしいんだよな。え、じゃあ、夏か行っとく？
マジで意味がわからないんだけど、どういうことだ。武田じゃ行っちゃってもいいパターンかな。宇佐美いきなり引っかかったんだけど。おい最高だね。あ、これでじゃあ再び確認しよう。お家最高。はっかりごときはちょっと待って。タイムポイント100あるよね。300あるよね。で、宇佐美が檜山城で旗揚げ。ここだね。多分結局何にも変わらないような気がするけど。まあやってみよう。毛利家にこそ従属しますが、はい。なんたることしたね。え、あ、一人めちゃくちゃいいじゃん。店舗メール出せるよね。あれどういうことなんだ。亀の甲より年の甲よ。これ以上従属させられないってこと。まさか、まさかね、まさかとは思うよ。そうなの。ちょっと待って、今は従属勢力いくつ。南部から長尾で9でしょ。浅井から本田で18、伊藤から本田で27、維新から決算で36、佐野から前田で45、伊集院から村上で54。54だから変わってないよね。あれ、小山田クソシゲ、これあー、お家最高ないんだ。そうなんだ。え、ちょっと待って、マジで、え、マジで何なの夏か正家は。なんか言ってた、そんな従属しねえぞみたいなこと。口惜しきことよ。え、なんだろう。まあそうなりますわな。助太刀いたす。檜山城かな。敵が我が領内に向かっております。まあそうだよね。これ誰も詰めてないんだよな。マニー、あ、まだこれでいけるか。間に合っちゃえば勝てるからね、戦には。じゃあこの5部隊4万5000で持って、あら、これ間に合ってなくね。これギリ間に合ってるか。31日32日だから、これでいこう。まあぶつかれればね、間に合いさえすればなんとかなるから。いや、そんなことより夏かよ。本当に報告いたします。54でしょ。これより54がもしかして鍵なのか。もうこれ以上従属させられないとこまで来ちゃったんかな。これにて表示を終えよう。え、どうなんだろうね。ちょっとそれはちゃんと見たいよな。まあ、まだお家最高そうな連中いるからね。武田が増えたの、さらに。女上司か。これ多分女上司はお家最高大将じゃない。お家最高しても従属しないなんてことあるのそこなんだよな、まず分からんのが。パターンとしてあるのかないのか分からないからさ。だからちょっと判断がつきかねるんだけど。なんだ、未知の領域だ。本当に何が何だか分からん、さっぱり。これ徳川さ、内容する武将いないし、ここで押しちゃおっか、おっきく。まずは角の立て行きましょう。上限取れてるからね。じゃあ9体5万4000で持って角の立て以上の手前でぶつかってっけど、本堂の地で。まあこれはこれで望むべきことだよね。進むのです。向かいましょう。さあ家康来たね。直虎、女上主、お家最高だよね、当然ね。これがどうなるかだよ。いい直虎が旗揚げするの、これ間違いなく本庄が雫だから、いや間違いなく新山なんだけど、ここでどうなるか。新山城で井伊家として独立し、当家の従属勢力になる、言ってますよね。確実に言ってますよね。毛利家にこそ従属しますが、我らは今より井伊家としてこの乱世再び旗揚げします。口惜しきことよ。なるほど、従属上限届いたんだ。
そういうことだね。なるほど、従属の上限があるんだ。だからもうこれ以上従属しないわけだ。はあ、なるほどなるほど。はい、ということで、え、どうするこれ。そしたらもうお家再興しても従属しないんじゃねえ。しょうがないよな。従属勢力をいくつまで増やせるかっていうのを目標にやってきたから、だから従属勢力は54で天井ですということでファイナルアンサーなわけだ。はい、ということで、え、そしたらもうこれで総武事例でいいんじゃない？ねえ、だって従属勢力はもう、あ、これしまった。そしたらさ、取り込みして、いやでもいかそこまでやらんで、取り込みして果たして従属できるのかどうか一応試してみた方がいい。一応やってみようか。取り込んで、このうちの一つでも取り込んで、でまあ従属するか。まあでも多分そういうことだよね。従属勢力の天井は54勢力ですよということだと思う。まあ激突これ揺るがんでしょ。揺るがず、この価値がちょっとざっと進めていきますね。武田夏か、まあ不参戦で激突。いや、こんなん揺るがん揺るがん。はい、すいませんでした。参ります。どうしようかな。高本、そしたら角野立てに向けるか。進みます。我が領内に敵が迫っております。なるほどね。まあでもこれは特に問題はあるな問題しかねえな、これ。もしかして、まあ港でぶつかりますか。後に続け。敵が我が領内に向かっております。いや、これすげえいい動きだ。ただ上限が、うん、ここで取れてんだよね、本堂の地で。間に合ってないな。横手でぶつかることになってるわ。ちょっとちょっとね、雑にやってたけど真面目にやろう。じゃあ9体8万1000で持ってイエスさんにぶつかっていきましょう。出陣するぞ。これ高本大丈夫かな。まあ光秀に乗られて取られちゃっても、蹴散らしたらまた取れるよね。先に着きそうだね、普通にね。なんでここでなんでここで過信化することができないんで、おかしいだろ。これまだ後方の兵力に余裕があるからさ、徳川に出しちゃおっか。そしたら多分ニッチもサッチもなると思うんだよね、徳川。じゃあ9体8万1000の軍を花巻城向けましょう。ついてこい。では進めてまいりましょう。民の穏やかなる地安が吠える。んこれ北条が朝倉領取ってんね。北条の役目よ。待機します。さあ光秀が来た。まあ分からずですけど、なんとかなるでしょう。さあ、まあこの舞台ね、毛利三兄弟に島津義弘、佐竹義明っていう強い面々が集まってるんでね、まあ光秀といえど膝を屈することになりました。この戦ね、ちょっと鬼島津バンバン撃ってみたんだけど、鬼島津ってセリフの種類多いのね。二の立ち入らず見せてやるよとかさ、死にてえなら一人で死になみたいなさ、いやそんなにセリフの種類ありましたっけっていうぐらいさペラ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 喋ってくれて、ちょっとね耳が妊娠しました何言ってやがるキモいよ。やっぱね、やっぱ特殊ボイスって最高なんだよな。このまま行きたい気もするけど、まあここはちょっと一回引いときましょう。さすがに支えきれなくなっちゃったね。風林火山。さあ信玄が吠える。私の戦を見せてやろう。横手城に来たけど、まあ籠城してるうちに遠兵が来るよね。しかし徳川兵力多いね。朝倉北条はということはですよね。助太刀いたす。あ、もうカウンター
前提で戦っていきましょう。敵が迫っており薄木、まだ薄木1万入ったからね、まあ大丈夫とは思う。じゃあ9体8万1000で持ってこう間に合ってるねギリギリ、ま、うん、違う、全部隊が集まる前に決戦か。そうか、そしたら大須集合で行きましょう。これさ、でも夏香が滅んでくれたら再び夏香旗揚げさせられるよね。まあ悪くはないんじゃないかな。報告します。いや、なんでなんで取り込みになってくんないの。ちょっと待ってくださいよ。いや、取り込んで結果を見たらちゃんちゃんで終わりにしようと思ってんでさ、終わらさせてくんないんだけど、どういうことなんこれ。さあ軍備もろもろ整えたんですけど、これさ、周防高森行っちゃおっか。うん、そうしよう。では9体7万2000で持って周防高森へ軍を進めましょう。武田も、うん、これやらしいな、これすごくやらしい。22日でしょ、集まりきれないんじゃないかな。そうだよね、集まりきれないよね。で、武将も一応移動させてはいるんだけど、入れるかどうかわからないだよね。いや、とりあえずほっとこう。さあ激突、わからずですけど、まあ、一応上限取ってるし、いやでも島津か、釣りのぶせがあると考えるとちょっとどうかな。さあ結構苦しい戦ではありましたが、なんとかイエスさん囲み込み全滅させるに至りました。いや、だいぶ傷ついたよ。さすが、必ずや勝つ。まだまだ一部隊壊滅したら痛かったけど、まだでも残存兵力はいるから、まあこれを率いて、ちょっと、たいや、ダメなやつ打ち取んなよ。いや、家久はダメでしょ普通に。ねえ、そんな、いや普通に使いたかったんですけど、飲み子のまま角野だって言って大丈夫かこれ。進むぞ。さあイエスが吠える。見せるは今ぞ。変わったねこれ。うん、吉本多分こうしきれないな。あ、でも一応檜山に出そう。じゃあ9体4万5000当然間に合ってはないんですけど、まあ、これで檜山に向かいましょう。さあ薄木に来た、まあ、ここは籠城ですね。激突分からず蹴散らしてしまいましょう。うん、兵力差あるし大丈夫でしょう。さあ全滅はさせられませんでしたが、まあ問題なく氏康退けました。これこのままカウンターでもって北条領に進攻しましょう。まだ兵は十分いるもんね。ただ上限的なもんがね少し苦しくなってくるんだけど、さあ捕獲でドン。秋田実末は安藤近末の息子だったよね確かね。まあ一応逃がしておきますか。片付けない。で秀元はどうしよう。あ、木付きに行った方がいいような気がするな。三河武士。さあ徳川家康が吠える。ちょっと徳川領しっちゃかめっちゃかなってんだ今ね。まあ当然そうなるわな。で狙いはもちろん、我が領内に敵が迫っております。まあそうですよね、8万か。またえらい出すな。薄木の上限が準決勝壊れてなくなっちゃったからさ、
しばらく耐えるでいいか。さあ、格納盾取り付けちゃったね。強行38日。資料種かね。でも、うん、来てるんだよね、家康が。まあ、上限は一応取ってはいるから、なんとか、できるのでしょうか。まあでももう正直、なんだろう、天下統一っていう攻略の面に関しては、終わった感があるからね。別に、取り込もう。これで信長とかが来るわけです。しかしすげえな長尾、まあこれも取り込んでおきましょう。これ上杉謙信のね、ここもすごいやばい。柿崎、まあ取り込もう。これだから再び、まあちょっとこれ以降は取り込まずに、だからこれで再び従属してくれるはずだよね。でまた夏か正家がここにいるから、夏か正家がお家再興するんだったら、お家再興させて従属するんだったら、なるほどそういうことだねって言ってちゃんちゃんでいいですね、このシリーズは。一応はかりごと王騎は勝ち、打っときましょう。はかりごと王騎は勝ち、少なきは負ける。どうしよう、もうなんか戦に関しては正直どうでもいい感あるから、もう進めちゃおう。今ぞ、あれなんでえ、ちょっと待って、なんで突如として実神祭様が手切れしたんだけど何これ、あれなんだこれは。まあいいや、援軍を借りて、じゃあ、実神祭様攻めるか。ああ、わかった。そういうことか。家久が、亡くなったからだね。そんなん知らんよ。勝手に死んだんじゃん。あ、困りますわ。まあ、あ、家久の仇って言ってますわ。楽しませてくれるのじゃろうな。ど真ん中で、これでいいでしょ。義を示してもらいましょう。さあ激突は、いや、エルガン、エルガン、あ、エルガン大道寺森政、まあこれはお家再興ないはずよ。で、ソクテロはならずだけど、まあ強行26日ですね。兵がもういないもんね。さあ家康が来た、全軍を展開させ、いや、ゆるがんね。はい、すいませんでした。さっき見たな。さっき付き取り付き。水攻め73日。これ多分ね、あ、でも、北条は、延平出せないんさ。元成がこっちで暴れてっから。はい。この城、いただいておく。夏か正家が早いとこ、旗揚げしてくれるといいんだけど。5400でぶつかってんのか。どうしようこれ。あ、回り道すりゃいいか。なんかまともにぶつかんのバカバカしいから。ここまでもすごく狭かったけどね。報告いたします。4500だね。ご命令を。行くとするか。うん、じゃあいいや、これで進め。引っ込んだ。なんなんだ一体。援軍が来てる。あ、そしたら山口館行っちゃおう。沢山陥落、実神祭様報復ですね。あ、そう、こんないっぱいいるんだ。そうか。さあ、木月に来た。いや、これえいっ、我らやった。侮ったようだな。さすがだ。25日、来たね。来ましたね、夏か正家。やっと。いや、もう徳川なんかどうでもいいさ。吉本なんかどうでもいい。で、これでつまりは、お家再興させたら、従属するっていうことだよね。高津城、従属勢力になる、書いてあるね。
あ、やっぱそうだ、そういうことだね。じゃあということで、従属勢力の天井は54勢力ということになりますね。これ多分普通にバグともう違うけどね、まあ仕様なんだろうな。だってお家再興して従属するって書いてあるにもかかわらずさ、従属しないっていうのはバグなのかな、仕様なのかな、書いてあることとなんだろう結果が異なるから、それはなんかバグっぽいような気もするけどね。そもそもこんなことをやるっていうのを想定してないんだろうな、公営的にも。本当に、いやもうなんか重箱の隅を突っ込むようなことっちゃって申し訳ありませんでした。まあでも、まあ、何はともあれ従属勢力は54勢力で天井というところで総無事でさせていただきます。いやー、だいぶ長いシリーズになったけど、まあなんとか終われてよかったです。これエンディング移行して、エンディングテーマはね、配信禁止の部分なんで、まあ音楽も何もなく真っ暗な画面になるかと思いますが、ご容赦ください。あなたに敵対する勢力がなくなりました。毛利家のもと天下統一されたのですと。いやーよかった本当によかった。天下総武事例は天下総武事とも呼ばれると。総は総統の意味、すべてという意味である。無事は死闘禁じる意味、ことのない状態であれ何もするなという意味にも取れる。この乱世どう元地下だ。元地下もね、長宗我部お家再興させるっていう話になったけど、森地下が行方不明になっちゃったんだよね。戦より他にすることもなし、天下総武士の名では何もできぬものも多かろうな。それで良いのでございます。何をなすにも殿の許しを得ねばならぬ。それこそが殿が天下人たる証にございますと。そうだな、この総武事例こそ我が力の証。なんせで最も大きな力を持つ者、それは戦いの勝利者に他ならぬということ。我こそが天下なるじ、我に背くことも我が言えぬものも許さぬ。総武事例はこれに背く者が滅ぼされるという武力が示されていなければ効果を発揮することのないものである。あらゆる戦いに勝利する力を持ちながら、無駄な血を流すことなく武力を抑止力として行使する指向者、支配者、それが乱世という長き戦いが生んだ近代的な時代の指導者であると言えるのではないだろうかと。いやしかしさ、このお家再興をボコ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 させてさ、各領土を治めさせるって、まあ味方によっちゃすごくリアルではあるよね。こういう楽しみ方をしたいなっていう人もいるからさ、なんだろう、お家再興と従属勢力の関係っていうか、もうちょっと従属勢力を使えるようになったら、今大使がこれからうんぬんかんぬんって話じゃないけどさ、これからの信長の野望シリーズでさ、なんだろう、実際に徳川幕府も徳川幕府の天領として各地を治めたわけじゃないじゃないですか。ちゃんとそこに何々藩の何々大名っていうのがいて、そこを治めたわけだからさ、そういうことをできるようになったら面白いなと思うけど、でもそれは別にあれか、神聖でいうところの各城主がそれぞれに判断してっていうことだから合ってんのかなまあでもこうやって何々家って言って存在するのは面白いけどね。なんだろう、だからそうやってなんかちょっとこういうさ、まあ現実味を帯びたっていう言い方も変だけど、各地をそれぞれの人に治めさせるっていう、そういう楽しみ方があってもいいとも思うよね。でその中でさ、ちゃんと外交とかさ、心象とかを上げてないと謀反を起こされる可能性もあるし、まあ、周りの勢力がそそのかされていきなり反乱を起こしたりみたいなのもあるしっていうさ、なんだろう、内側にも気を止めなきゃいけないっていうのは一つの楽しみ方としてあるような気もする。取り留めないこと言ってすいませんね。しかし滅んじゃ立ち上がりしてるねなんかこんなに長かったっけこのエンディングの画面。あ、まあこれもね、本当に長々と遊んできた少佐でございますよ。肩上げしとるわ。あ、天保命令はこれ、なるほど、
残らないんだね、形として。誰がどこで旗揚げしたしかないんだ。で、最後に旗揚げするのが夏香正家だよね。うん、夏香が旗揚げしておしまいと。いやー、よかった。こっから先は無音でございます。画面も真っ暗でございますのでね、こっから先はパパッと。いや、本当に本当に長きにわたる毛利家編、なんかありがとうございました。長々と本当に長かったね。でもなんかね、最後の方はグワーって加速したけど、結構中盤絶望してたもん。本当にできるのかなって。なんか勢力に対してさ、まだまだ従属勢力が少なくて、いや、どうなんのかなと思ったけど、まあ、なんとかなって、本当に良かった。それもね、お付き合いいただいた皆さんのおかげでございます。本当に、今までありがとうございました。じゃあ、とりあえず、信長の野望の実況に関しては、僕、この後ね、日本に帰国するんで、それが終わって帰ってくる。新生のパワーアップキット、発売まではちょっと信長の野望の実況、こういうシリーズとしてお休みさせていただきます。もしかしたらね、なんか単発とか配信であるかもしれないですけど、まあ、次回は、信長の野望新生パワーアップキット、PC 版ね、でお会いしましょう。重ね重ね、本当に長らくありがとうございました。また、次回、お会いしましょう。ありがとうございました。